ちょっとまあ、じゃあ近頃のネットニュースをまずぶった切っていくか、まずは。XQ ちゃんが炎上中なんでハイタニハイでハイタニハイで一緒だった XQQ が大量のウジ虫。ちょっとまあ、もう片、一個ずつ触れていくかちょっと待っとけな。な、何が今炎上してんの村毛 <laughs> はエンタメ発が、それを Q, Q ちゃんが言っちゃったんだ。 いつ何 <laughs> でこの間みんなであれしてたじゃん楽しくハイタイハイでねストロークしてたのに俺がしばらく見てないうちになんかとんでもなくなってない今インターネットえでも村ゲ強いんでしょ今村ゲ強いんじゃないのこの間も勝ってたやんエンタメってその何具体的にど,どこからどこまでがエンタメなのかによるよなえ、エンタメってな何なのエンタメの定義って何俺らみたいに なんか別に勝てなくてもまあ楽しければいいみたいな考え方をエンタメっていうのかそ,それこそプロ野球だってさエンタメじゃん選手たちはまあその本気でね食うためにやってるけどプロ野球でその競技そのものをエンタメっていう考え方もあるじゃんうーんお前みたいな体形のネタが湧くあ村下はだからエンタメだっていう発言だったんだへーえでも強いんでしょ村毛今じゃあ,あんまパロ詳しくないけど だから炎上してる <laughs> キャラの構成は気に入らないなおその構成で勝利してるへえ XQ ちゃんってもともと何の人なのなんか普通にいいいい声のお兄ちゃんみたいなイメージしかないか絡んでみたけど <laughs> 結構その尖ったこと言うんだ それはもうそういう芸風じゃないのナマズのモノマネでバズった一発 <laughs> イメージとかけ離れすぎだろそれええー、ああコーチなんだもともとそっか FPS のあれかオバオクソうまいんだへえ元オバおのプロでツ田のと同じ GGN だったへえーあれゼータだっけ XQ じゃんゼータかあじゃあもうゼータと村毛でもうだからやればいいじゃんそんなお前くだらないそのこ言葉で言い争うんじゃなくてもう拳で語り合えばええやん <laughs> それが真のエンタメってやつじゃないのいやしかも実際なんか村毛勝てるんでしょなんか強いチームにそれがすげえよな あ、ゼータはレベル違うの。なんかでも、すごいよね。なんか、バロランとの大会のさ、視聴者数すごくない何万人とか見てんじゃんじ。10万人とかさ。あのレベルでやっとその競技というかその公共として成り立つレベルなのかな。XQ 俺の声聞こえるってコメントに聞いて、聞こえるよって答えた視聴者にありがとうって言ってバーンしてた <laughs>。使い捨てるように <laughs>。 あ、そういう、ちょ、ちょっと、あれか、怖い系なんや。あんな、なんか、ええー、声してて。最近、あ、最近落ち着いてきた。へえ。まあ、誰にしも、そういう時代あるよね。<laughs> あのな、どうでもええけどな。この、対立あおりみたいなのを、この、俺のアイコンですんなよ。関係なくないこれ。 ババアユタ偽物ってアイコンでこ,このど関係ないことを取り上げるんだよその急中国うまいや中国うい,いやってこい,こいつしかもあれやん死んじゃえもんやんけお前